アナフィー3秒クッキング。皆さんこんにちは。今日も3秒で作れる簡単なレシピを皆さんと一緒に試してまいりましょう。さあ本日は即席メキシカン麻婆豆腐を作ってみたいと思います。麻婆豆腐はもともと手軽な料理ですけれども、やはり3秒では難しいですよね。そこで本日のレシピをご紹介いたします。さあそれではまず材料を確認してまいりましょう。お豆腐、こちら1/2半丁ですね。それからカラムーチョ、こちらムチョムチョとですね、潰した状態で、適当な量用意していただければと存じます。さあそれではお豆腐もですね、あらかじめ、適当な大きさに切っておいてください。そしてこちらカラムーチョですね。それでは作ってまいりましょう。カラムーチョかけます。ちょっとこぼれてしまいましたが、麻婆豆腐の出来上がりです。それでは早速私ご試食させていただきたいと思います。こちら2つの食感が楽しめて、大変バラエティに富んだお味がいたしますね。このカラムーチョの刺激的な感じとお豆腐の気が抜けた感じがとても気が出しますね。あ、それでは今日はですね、さらに麻婆豆腐を作っているほどではないけれども、3秒よりは時間があるという方のために特別に5秒レシピもご紹介したいと思います。さらにこちらお醤油を垂らします。そして蓋が開きません。こちらラー油ですね。ラー油もかけます。こうしますとさらに美味しくいただけるのではないでしょうか。初めて5秒かけたお味をまたまた私試食させていただきたいと思います。こちら5秒かけただけのことはあります。数段美味しいです。ですが麻婆豆腐にはなりません。ということで今日は即席メキシカン麻婆豆腐をご紹介させていただきました。皆様の周りの3秒レシピ、おすすめのレシピ、試してもらいたいレシピございましたら、ぜひコメント欄の方にお書き添えください。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。